アンジェルジェラテン語で、アンゲルガリウスは、9世紀末期のアンジェ副博、オルレアン副博である。アンジェルジェの名は929年の直居上で、知られており、アンジュル博古く一世、ルルーの父であることが記されている。しかし、現存する文献からはそれ以上の情報は得られず、アンジェルジェに関する情報は12世紀より3世紀後に、書かれたアンジュル博の年代記、 安住領事館の歴史から得た情報である。他、歴代安住博の功績を記した年代記、有望なる安住博年代記は、1100年から1140年にかけて安住の修道像がアンジェルジェの子孫にあたる安住博古く4世の依頼を受けて書き上げたものである。アンジェルジェの父はガティネでセネシャルを務めていたテルチェル、母は アンジューの森の管理人であったトルカの娘、ペトロニラであった。ペトロニラは、子、ベルフケのオセール博、パリ博コンラート一世とアデライド・ドトゥールの息子、ユーグ司教の親戚にあたる女性とされる。877年には、アンジェルジェのラテン語綴りである、アンゲルガリウスという名のアウストラシア人の伯爵が、キエルジの女子詩に引用されているが、アンジェルジェとは、 同盟の別人であるとも考えられる。西フランク王シャルル2世は、ガスティノワ・ハクミ傍人の全財産をアンジェルジェに贈与することに同意した。ガスティノワ・ハクミ傍人が、暴婦に対する殺人を告発した男を決闘で破った恩恵で、その数年後に、シャルル2世よりアンジェとデュサメーヌにあるアンジュ地方の臨時政府を与えられた。アンジェルジェは、 ガスティノは白美亡人の勇気に感謝した。シャルル2世の王子ルイ2世の治世下で、再びロワール川岸に押し寄せてきたノルマン人に対抗するため879年にアンジェルジェはアンジューの土イコールメーヌの世襲制の伯爵に任じられた。彼はこの目的のためにロベールモータン公の公使で後継者であるアンジュオー伯、ー米ヌ伯ウードと同盟を結んだ。 新しく、安住白となったアンジェルジェがすぐに示した熱意と能力は評価され、君主類二世は彼の指揮を拡大することを決定し、彼をトゥール知事とオルレアン副白に任命した。アンジェルジェは、軍人としても、統治者として、日々の積み重ねた実績と、相まってその名声は高まった。当時、ネウストリアで有力な一族のトゥール大司教。 レジノンとアンジェ大司教はダラールの二人の命にあたる、アドレード・ビューザンセと結婚し、アンボアーズ、ビューザンセ、シャティオンの豊かな土地を持参金として受領した。アンジェルジェは、このようにして、西フランク王の進化でもかなり裕福な人物となった。しかし、信仰の一族の昇格は、アンジェルジェの新しい家臣たちから不満を抱かれ、アンジェルジェがノルマン人の攻撃を何度か撃退した後、 アンジェルジェの権力に和解しただけであり、前期君主として敬われたわけではなかった。妻アドレートの間に少なくとも一難を設けている。君主西フランク王売るいに推方魚後のアンジェルジェの生涯については、ほとんど知られていない。また、886年、または887年のネウストリアコート、トゥールハクの直居場により、すでにウードに、 トゥール副白衣が与えられているため、アンジェルジェはその地位を失ったとされる。息子古くは886年の方で明らかな参考人とされ、898年の別の方で死者区に適確であるとされた。アンジェルジェは888年にセロンヌで死去し、トゥールのサンマルタン教会に埋葬された。彼の子孫はアンジェルジェ家と呼ばれている。 bnf, ガリカペール・オンセルムツイスト・アール・ジェネオリジック・イ・クロノロジークデラメゾン・ロワイ・アルデフランス・デ・ペアズグランズ・オフィー・カ・デラ・クーロン・イ・デラメゾン・ジュロワイ・デグ・ホン・バロンズトーム・シーズ・イ・エム・パリから1730人、フランス・オア・ーンフランアボーダンエデシオン・コンプリート・パール・ポール・ゴーデットリシェル・シェズ・イ・ストリック・シュール・ラビルディ、アンジェイ・ジュ・バス・アンジュ、ソーミュール、P92 トームに AB ・フェリア、 ジャンポール、50クエスチョンズアラビル、メゾンデサイエンシズでエルオムディ、アクアテイン、ピアニッシモ、100307、10 ISBN 978から2から858923984、https コロンスラッシュスラッシュドイドットオアルジスラッシュ10.4000スラッシュブックスドット MSHA.2571。ありがとうございます。